こんにちは、カオルンです。今日はプロスピの実況をしていきたいと思います。最近プロスピとっても自分の中でハマってるゲームなので、これから少しずつですがアップしていけたらなと思っています。今はね、僕が来年社会人になるっていうことで引っ越しの時期とかいろいろ重なっているので、なかなかプロスピの実況を週に何本も出すことっていうのはなかなかできないんですけど、僕の理想としては1週間7日あったうち1日はちゃんとした音楽の動画だったり商品のレビューだったり Vlog っていうところを編集して出していきたいと思ってます。そしてプロスピは週に 2,3 本こう趣味動画として上げていけたらなと思っています。それでは早速やっていきましょう。今日やっていきたい企画はこちらでございます。2020年ハッピーニューイヤーということで10連福袋が来ております。お一人様6回までということで、1回目から4回目そして6回目は S ランク選手が1人確定、さらに S ランクが出たら2019年 OB 第3弾が確率 30% で当たる仕組みとなっております。そして購入5回目のみ S ランク2019年 OB 第3弾が1人確定となっております。基本僕は無課金でやってるんですけれども、今回、少し課金しまして、さらに貯めた分もありまして1383個貯まっているので、今日は OB が確定する5回目までガチャを引いていきたいと思います。こちらが僕の現在のオーダーなんですけれども、一番欲しい選手っていうのがオリックスの選手と広島の選手の2選手になります。今ピッチャーにもオリックスと広島の選手がいないですし、野手にもオリックスと広島の選手がいません。なのでやっぱり自分の中の狙いだとこの2球団かなと。この2球団を入れることができれば12団のオーダーを組むことができるので、コンボが上がってリーグオーダーが強くなれるかなと思います。さあガチャやっていきましょう。いやー緊張しますね。今僕撮影しているのが12月の31日の大晦日撮影しているんですが、12月1回もガチャを引かないでずっとエナジーを貯めてきたんですよ。エナジーを自分で貯めたのがだいたい900個で、さらに今500個のエナジーが割引で販売していたので、こちらを購入して約1383というところです。で購入6回目はちょっと引くことができないので、今回は購入5回目までやっていきたいと思います。それでは2020年ハッピーニューイヤー10連福袋ガチャ10連目いってみましょう。12月最初にして最後のガチャ緊張します。確定演出来てくれ、行ってこい。あー散らない、ここで釣ってくれ。よし、ホームランで逆転するんです。まあ毎回ね S 出るんでそれはいいんですけど、やっぱりこう演技を担ぐとして青白い炎、確定我慢してくれたら嬉しいなと思っていたのでよかったです。さあ頼むぜ。うわー A ランクも来てほしいんだけどな。草野選手に対応できる、近本選手、うわ草野選手出るね。 A ランクで出てくれたらいいんだけどね。あー確定来い、誰だ。おーし、じゃあ金子千尋選手、これはでかい。狙ってた先発選手、オリックスと広島ではないですけど自分の中で10本指に入るかなと思っていたのでとってもとても嬉しい。これは OK、 スクショします。 OKOK、 いやーでかいねこれは。しかもボーナスが今やってるイベントのボーナス分入ってくるので、これはちょっとランキング走りたくなっちゃいますね。いや金子選手良かったな。それでは第2弾じゃない20連目いってみましょう。いや金子選手は嬉しいな、ずっと欲しかったんですよ。あとは楽天の則本選手なんかもね来てくれたら嬉しいな。あとは日ハムの有原選手ですね。 OK 確定してきました。これはいいよ。2枚引きしてほしい、2枚引き。また A ランク来てくれ、A ランク。おいいね、おバース、あー欲しいね、バース欲しい。 OB 出る確率10番あるからね。お来た、誰だ。おお阿部選手ありがとうございます。こちら阿部選手セカンドかな、セカンドね今誰だったかな、中村翔吾選手がいるので、まあ、ちょっとレギュラーには入ってこないかなってところなんですけど、十分2枚引き確定したので OK でしょう。
さあさあさあ来てくれ。おっと、千賀選手ありがとうございます。これはでかい。 S ランク来い。誰だ。おっと、音坂選手ありがとうございます。まあ音坂選手もレギュラーには入ってこないかなって感じですけど、 OK でございます。嬉しい。 S2 枚引きでしたね。 OKOK。 それでは購入3回目行きましょう。オリックスか広島か。 OB 来てくれ。 OB 松井選手、バース選手、そしてお、シリーグ的ましたね。松井選手、バース選手、あとは稲尾さんもいいね。稲尾さん、さあ割れた。さあ行ってこい。何が出るかな。また2枚引きてくれ。2枚引き。さあさあさあ、ないかな。そのままいっちゃう。そのまま。おっと、大島選手。ああ、いいね。大島選手もセンター欲しいですね。今あれなんで、柳田選手をセンターに置いてるんですが、長4なのでレフトに置くこともできます。なのでセンターの選手として大島選手、丸選手なんか当たってくれてもいいのかな。さあ最後購入3回目、10連目いってみましょう。来い。おっと、稲尾選手ありがとうございます。うわ、先発が続くね。これはいい。ありがとうございます。球種は少ないんですけどね、シュートとスライダーが、変化球が A ということで、かなり面白いかなと思っていたので、リアタイでも使っていきたいなと思います。これ OK。 いや、結構今回当たりじゃないかな。今 S4 枚出てて、2枚は自分の中でレギュラーに入ってくる選手なので嬉しいですね。さあそれでは購入4回目いってみましょう。さあ釣り癖ついてくるよ。おいいねいいね。あっ、ちょっと待って。そしてボールを投げて、炎が燃え、カットイン。さあ A ランクが来てもいいよ。 A ランクもね、今回結構いいの当たってるね。嬉しい嬉しい。いやー、そのままいっちゃったな。あ、そのままいっちゃった。それでは購入4回目、40連目、 S ラン確定、いってみましょう。来い、欲しい選手来い。あー、石山選手、まあ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 、まあ、いいんじゃないですか。石山選手もあれですね、ヤクルト抑えやって今回活躍しましたよね。ちょっとね、こちらもレギュラーに入ってこないかなと思うので、まあでも OK です。ありがとうございます。さあこちらが勝負、今回のラスト勝負になります。購入5回目、50連目、 S ランク OB 選手、第3弾確定というところで、2枚来てくれてもいいよ。2枚来てくれたら嬉しい。もう全部出てくれていい。せっかくね、僕はほとんど無課金でやってるんで、やっぱここで出てくれないと寂しいということで、購入5回目いってみましょう。いや、緊張しますね。いや、OB 選手、バース選手か松井選手か、あとはあれ、ね、中村典選手、この3人来てくれ。頼む、松井選手が一番欲しい。松井選手、さあさあさあ、砂田選手ね。いやー、何も来ないかな。2枚引きしてくれ、2枚引き。おっと、渡辺選手ありがとうございます。いやー、 S ランクは来なかったですね。まあでもここで OB 第3弾、松井選手、バース選手、そして中村典選手、どれが出てくれば今回の福袋大勝ちでございます。それでは行ってみましょう。おっしゃー、 OK、 ありがとうございます。これはいい。スクショしよう。ありがとうございます。いやー、サードな、嬉しいな。アーティスト持ちだからな。いや、でもサードな、いっぱいいるんだよな。おかわりくんもいるし、あとは松田選手、マッチ、厚尾いるんでね。中村選手2人いるよ。どうして使えばいい。皆さんコメントで教えてね。はい、ということで今日は初プロスペクトをやっていきました。お正月最大のイベントであるお正月ガチャ、こちらをやっていったんですが、
まあ、なかなかいい引きだったんじゃないでしょうか。ちょっとね、松井選手とバース選手も欲しかったし、オリックス広島選手出なかったんですけど、十分僕の中では勝ちなのかなと思います。稲尾選手、中村典選手、あとは金子千尋選手は大切に育てていきたいと思いますので、皆さんこれからもぜひプロスキーの実況の応援お願いします。またカオルンチャンネル、これからもいろんな動画を出していくので、2020年も応援、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこちらで終わりにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。